地里馬走るは、朝鮮民主主義人民共和国の楽曲である。作詞はナム・ウンソン、作曲はキム・ギル・ハク。この曲は北朝鮮における地里馬運動第1次5可燃計画が終了し、その後の地里馬運動第1次7可燃計画の開始に再始1960年に発表された。労働者が懸命に働くと、経済も良くなって、 祖国統一を成し遂げることができるという内容の作品である。本作の歌詞について、当時の北朝鮮の労働者は、韓国との統一を期待しますと述べた。近年の演奏では次曲を反映させ、当初の歌詞にあった、共産主義が社会主義7カ年計画が強制大国建設に差し替えられている。元来、本作は航空国家合唱団と、 万寿大芸術団の演奏で発表された。その後1985年にデビューした普天保電子楽団が曲調を軽快な電子音楽にアレンジして1993年の朝鮮堂々と創立記念日に演奏したほか、2009年には銀河水管弦楽団も演奏した。国内でも在日朝鮮学生中央芸術共演大会の定番曲となっている。 朝鮮中央放送は音楽編集物という種類の番組で本作の演奏法と制作に至る経緯などの歴史を紹介していた。ありがとうございます。